弟子入りを認めてやろう。やった、バカな娘だ。新しい魔法研究の実験材料にしてくれるわ。俺は力持ちで気の優しい。僕のドロシーちゃんを返せ。ほらびっくり、わー、野球少年シーネちゃん狼を投げました。あああ、あなたは心のハゲだわ。チクシュ、ズラのどこが悪いんだよ。さあ来い、来るのだ。話しなさいよ。ドロシーちゃん好きだ。ドロシーちゃん美味しいな。美味しいです。セラビー先生ってこの頃からお料理得意だったんだ。この手作りケチャップがまた美味しい。昔から変わらない味なのね。うるせえぞセラビー。お前がうるさい。あ、終わったんですか叫ぶの。なあ、目玉焼きのおかわり頼ま。ああ、このもちもち山の家はドロシーちゃんと一緒に住むために建てたのに、ドロシーちゃんに食べてもらおうと思って毎日料理も作っているのに、うみゃー、なんでこんなバカタレのために目玉焼き作ってるんだ僕は。ドロシーちゃん、今頃あのハゲの根性ある魔法使いのところでひどい目に遭ってるんじゃ。あのヤホホ山の魔法使いのところへ行って今まで無事に帰ってきた者はいないんです。ドロシーちゃん、あー、不吉です。セラビー先生ならあんな魔法使いなんて簡単にやっつけられると思うけど。僕もそう思いますけどね。あいつはあれでも魔法使い世界一ですよ。セラビー、あのさ、目玉焼きのおかわり。ありませんよ、僕は全然魔法を知らないんですよ。未来じゃ世界一なんですけどね。私が魔法を教えてあげる。え、チャチャさんが？面白えな。セラビーの弟子のチャチャがセラビーに魔法を教えたら、チャチャがセラビーの先生になるわけだから、セラビーはチャチャの先生になる。つまりどうなるの？黙ってろよ。いいですかセラビーさん、魔法は遊びではできませんよ。はい、構えて。こうですか？気持ちは魔法のことに集中。チャチャさん、仮先生気分ですね、はい、では一つお手本を見せてあげるわね。いでよ怪獣のーのー、オーブ、かわいいおもちゃ。わあ、本当に出た。大したもんですね。いいですか、最初からすごい魔法をやろうなんて思ってはいけませんよ。千里の道も一歩から三歩進んで二歩下がる。はいはい、それじゃあ練習してみましょう。どうするんでしたっけ。こうしてこうして。いきなりは無理ですよ。気合の入れ方とか呪文の唱え方とかいろいろ難しいんです。うわっ、うわっ、びっくりした。
マリア系になるかと思った。でかすぎましたね。失敗失敗。やっぱすごいですよ。ちょっと習うだけでなんであんなのが出せるの？化け物だ。自分で言うのもなんですが、僕は顔よし、頭よし、スポーツ万能、その他何をやっても天才的で、オールマイティセラちゃんと呼ばれていますからね。それも変態という短所一つで台無しだよな。僕は変態じゃありません。そのうち人形相手に会話する変なやつになるんだい。でもやっぱりセラビー先生は天才。お師匠様が知ったらまたやきもち焼きますよ。これでまたドロシーに嫌われるな。なぜです？そうよね、ドロシーちゃんの生きがいは世界一の魔法使いになることだもんね。そうか、僕はドロシーちゃんに好かれようと一生懸命頑張ってきたのに、天才ということだけで嫌われてしまうんですね。ああ、僕もバカタレに生まれていれば。なんで俺を見んだよ。やっぱり魔法の修行はやめます。天才の僕はろくな教わり方しなくても、きっとあっという間に優秀な魔法使いになってしまいます。これ以上ドロシーちゃんに嫌われたくない。え、それじゃあどうやってお師匠様を助けるんです？あの魔法使いは相当頭を気にしていました。そこにつけ込むんですよ。こいつ悪魔だ。さあ、この薬を飲んでもらおう。なんでよ、魔法は教えてくれないの？あの連中の言っていた通り、お前はただの実験台なのだよ。さあ、私が作った新しい魔法薬を飲んでもらおう。何よ、その怪しげな薬。気配薬。自分で試せばいいでしょ、自分で。あなた、世界一の魔法使いだなんて言っても作ったものに自信がないのね。バカな、私は念には念を入れるタイプなのだ。そこまで神経が細やかな男なのだよ、私は。それはハゲるタイプだわ。そうか、薬を飲む前に丸坊主にしなくては効き目がわからんな。冗談じゃない。心配するな、私の秘薬を飲めばすぐに元通りになるかもしれないよ。あんたその頭で言っても説得力ないわよ。お客さんよ。誰かな。早く出なさいよ、お客待たせたら失礼よ。待っていろ。こんな時間に一体誰だ。新聞の勧誘か、化粧品のセールスか。まさか世界一の座を狙う魔法使いでは。強そうなやつだったらイルス使っちゃおうかなと。お、ラッキー、ただの変築人なやつらだ。こいつらになら勝てる。世界一の大魔法使いの私に何か用か。はい、こんにちは、はじめまして。僕はただの通りすがりの世界一の美容師です。私その助手。美容師。ただいま無料カットキャンペーン実施中です。ティッシュどうぞ。各種カツラも取り揃えておりますよ。カツラ、カツラ。これを機会にあなたも華麗に大変身してみませんか。カツラ、カツラ。お客さんにぴったりのカツラをお見立ていたしますよ。貴様ら。どうぞ。やった。そのカツラは見た目に一発でバレたりせん上等なものなんだろうな。私も随分と試してみたのだが、安物はやっぱりいかん。ドロシーちゃんはどこかな。絶対にこの家の中にいるはずです。何をキョロキョロしておる。立派なお屋敷で。お家賃いくらかな。どう、早速カツラを見せてみる。はいはい、ただいま。ダメだわ、窓も全然開かない。はあ。そういえばこの部屋にある本ってひょっとして魔法に関する本？何か逃げるために役立つ魔法を覚えられるかもしれない。これって髪の毛に関する魔法ばっかり。いかがですか？色が全然合っとらんではないか。いやだな、おしゃれでわざとやってるんじゃないですか。巷ではみんなこれですよ。セラビー、おしっこしたい。普通のはいい。そうですか、上等の狼の毛なんですがね。端っこ行くじゃん。同じ色ない。はい、では同じ色のやつです。なんだかでかくて重い。首が鍛えられますが、なぜカツラで鍛えねばならん。貴様、さっきから何をしておる。今カツラの感じが変わったぞ。あっと、ごめんなさいよ。これ美容師、もっと私にジャストフィットする素敵な面はないのか。お客さん、こう言っちゃなんですが、カツラはどうもいけませんや。本来卑怯な手です。
ここは一つハゲがあるなんて誰も気がつかないヘアスタイルにセットして差し上げましょう。何？そんなことができるのか？できるの？はい、世界ハゲ隠しヘアコンクールチャンピオンの僕にお任せください。期待しておるぞ。自信あります。わーい先生頑張れ。私は通りすがりの神ゆいやさん、綺麗な背な神ゆいやさん、朝もおはようからハサミで。セラビさんって本当に何でもできる人ですね。はい、できました。これなら誰もハゲとは気がつきません。殿と呼んでくれるでしょう。わーい殿、殿どれどれ。あー殿だ殿だ。こんなの添えてみました。見事な殿です。敵が殿ね。サバーよ。よく見たらこの前のガキどもではないか。そうですよ。うぬら、許しがたき修行の数々。キル、お怒りじゃ、殿がお怒りじゃ。ご覧しめさるな。お怒りを鎮めください。こやつら手放しで笑いおって、それが良い子のすることか。ごめんなさい。でも人間おかしいと笑うようにできてるようです。狼もだから嫌なんだ。ガキってギャギャと無責任にわめきやがる。まあまあ子供のやることなんですから、多めに見てやってください。はい。悪い者を手打ちにいたす。完全に音の言葉で怒ってますけど。おれら許すわけにはまいらん。こいつ鬼です。お前もな。自分の家が壊れてもいいんですか。いなんか隣の部屋が騒がしいわね。何やってんのよ。ドロシーちゃん、僕の可愛いドロシーちゃんに何をするんだ。ドロー、貴様、いつの間にこれほどの魔法を覚えた。本当いつ。たった今です。あなたがいっぱいお手本を見せてくれたじゃないですか。何、ハゲ殿の魔法を真似して数倍の威力がありましたよ。やっぱりセラビー先生大天才。バケモンだ。またもや魔法勝負をしているね。あ、しんちゃん、こんにちは。また来たの。誰でしたっけね。忘れっぽいなこの親父。あら、私。ああ、この前の赤ずきんの子ですね。私は魔法勝負があればいつどんなところにでも現れますよ。それが魔法組合審判員の務めだよ。この試合魔法使い世界一戦として加入するよ。うぬ、審判が来たか。あの戦っている少年は誰だよ。セラビー先生だよ。あ、そう。挑戦者セラビー君対世界一の魔法使いピカポンさん。あれはピカポンじゃなくて友達よ。つまらないこと言ってんじゃないよ。冗談通じねえんだ。貴様、なんだかんだと言いながら本当は世界一の座を狙ってきたのだな。いえ、僕はドロシーちゃんを助けに。ちょっとそうなの。いえ、その世界一の魔法使いになるのはこの私なのよ。初歩の攻撃しか知らぬくせに私に勝てると思っているのか。くらえ、降りちょって攻撃。覚えてしまえ。逆流プラス渦巻き。すごい、断然セラビーさんが押してるぞ。強い強い、これなら勝てる。引退なのに。まずい、このままじゃ本当にセラビーが勝っちゃう。面白い面白い、だいぶコツが分かってきました。セラビーさん
前が上がったらセラビーが魔法使い世界一になっちゃう。魔法って面白いですね。ぬぬ、いかん。こっちが技を見せるためにどんどん不利になる。奴に真似できない魔法を使わねば。殿、次はどんな攻撃でござるか。私にできて、あやつにできないが、私にあってあやつにないもの。そうなんぞや、そう。はた、これじゃ。あはははこぞ、調子に乗るのもこれまでだ。この攻撃で勝負は終わりぞ。うわピカポーン、光のシャワーまで攻撃。おっと、眩しい。強烈です。たまんねえ。どっちが勝ってる。目がくらんでいるうちに叩き切ってやる。いでよ鏡。うわっ、ただいま両者目がくらんでいるよ。しばらく待つよ。セラビーに魔法が使えて私にできないはずないわ。いでよ氷の塊。え、動かない。完全に伸びてます。え、ああ、お嬢ちゃん、お嬢ちゃん。はい。あなたのお名前は？ドロシーです。はい、おめでとうさん。この勝負ドロシーさんの勝ちだよ。え、どうして？セラビー先生の方が活躍したのに。どんな形でも魔法でとどめを刺した者の勝ちだよ。よって今からあなたが魔法使い世界一だよ。私が世界一。子供の頃からの夢だった。今でも子供だけど世界一の魔法使いの座を今ようやくたった一日で私は手に入れたのね。ダグスベビー。じゃあね。どうセラビー。ヒヒン。やったドロシーちゃん。え、よかったですね。おめでとうドロシーちゃん。なんで、もっと悔しがってくれなきゃつまんないじゃないの。ドロシーちゃんが嬉しそうにしていると僕も嬉しくなっちゃうんです。え、ドロシーちゃんの喜んでいる顔、笑っている顔が僕は大好きなんです。セラビー、ドロシーちゃん笑って、素敵な笑顔を見せてください。セラビー、なんかいい雰囲気ですね。このまま行けば二人仲良くなれるかも。キスしろ。セラビー先生、花束。そうですね。ドロシーちゃん、お祝いのプレゼント受け取ってください。いでよ花束。先生大きすぎ。あ、おめでとうセラビーさん。今から君が魔法使い世界一だよ。え、しんちゃん帰ったんじゃなかったの。何言ってんですか。さっきドロシーちゃんが世界一だって。そのドロシーちゃんを魔法の花束で倒したからあなたが世界一だよ。でもドロシーちゃん最低。ドロシーちゃん、はい、私の勝ち。全然魔法使ってないじゃないですか。じゃあやるわよセラビー、魔法勝負。そんな、愛しいドロシーちゃんと戦うなんてできません。やるな。わかったわ、あなたの愛しいドロシーちゃんじゃなければ勝負するってわけね。なら、あ、ピンク頭のドロシーちゃん。今のお師匠様だ。いけずの。さっきハゲトノの魔法の本で覚えたのよ。ん、さあセラビー勝負しなさい。僕のドロシーちゃんが。セラビー先生。ん、ブス。ロブス、鬼ババ、オカペラペいくら今の姿の悪口言っても元の姿には戻ってあげないわよ。解決やらないなら帰るよ。待って、今やるんだから。僕も帰ろう。ああ、あんたも待ちなさいよ。いやですよ、ベーダ。勝負しなさいっていうの。ベーダ、ダブス。あ、待って、私たちはどうなるの。
ピンク女。あら、行っちゃったよ。どうしよう、元の時代に戻る方法、セラビン先生だけが頼りだったのに。ピカポン起こして何とかさせるか。やめとけよ、またややこしくなるから。そうね。え、これだ、クレッセントオーロラブレスレット。それでタイムマシンを出すんですか。やってみる。クレッセントオーロラブレスレット。お助けブーメラン。おお、これはもしかしてタイムスリッパー。なあ、漫画見て。乗った。で、これってハンドルしかついてないけど、え、どうやってタイムスリップさせるのかな。メーターもないし、スイッチもないし、ブレーキはないよ。何が入って。チャチャ、シーネちゃん。あ、今のセラビー先生。豊島のドロシーだ。戻ったんですね。どこに行ってたんですか、3日間も。心配してたのよ。3日も戻る時間がずれたんですね。ごめんなさい。すまん。とはいえ、私たちも反省してます。私たちが喧嘩ばかりしているから家出したのかと思って。これからは喧嘩をしないようにって2人で話していたのよね。本当？本当ですか？できるんか、そんなこと。ドロシーちゃんがヘンテコな色の髪の毛でも我慢しますし、セラビーが人形と話をする変態でも我慢することにしたの。ドロシーちゃんが目つきの悪いイケズ女でも、セラビーが根性のひん曲がった鈍感男でも、ドロシーちゃんがろくに家事ができないぐうたら女でも、セラビーがじじくさい横着男でも。なんですって。何よ、冗談じゃないですよ。あの二人の仲の悪さって奥の深いものがありますよ。ダメだこりゃ。今日はうらら学園の二人三脚マラソン大会。ところがトゲトゲ肌のバラバラマン先生には一緒に組んでくれる人が誰もいないの。あのトゲトゲ肌じゃ無理もないよね。そこでセラビー先生が一時的にトゲが出るのを防ぐ薬を作ってくれたの。バラバラマン先生は二人三脚初体験に大喜び。それなのにその薬が実はとんでもなくて。次回、トゲトゲ二人三脚、お楽しみに。